2 4 3 w ィンチェスターアクリ c インプ m ーブドと2 4 3 w ィンチェスター e r ルドキャットカートリッジ、またはワイルドキャットは量産されていない弾薬及び重要のカスタムカートリッジである。普通、これらのカートリッジはすでに市販されているカートリッジの特定の性能を最適化するために作られる。ワイルドキャットカートリッジの開発や使用は通常は軍や 法執行機関に採用されるのが目的ではない。特にアメリカでは、むしろ、精密射撃、資料、ガンスミス、及びハンドロード愛好者の趣味である。ワイルドキャットカートリッジの種類は無限に増える、可能性がある。ガンスミスの機材に関する資料の一つは、チャンバーリーマーのような機材を提供するために、6000以上の異なるワイルドキャットカートリッジのライブラリーを持っている。 多くの場合、ワイルドキャットは何らかの方法で性能を変化させた市販の弾薬である。この後継の重心は重心を製造する過程でガンスミスが特別な加工をすることによって製造される。通常は同じメーカーが弾頭を薬莢にはめ込む道具であるリローリングダイスも提供する。カスタムカートリッジに対応するために銃の重心を交換する作業には 精密な機材が必要なので、ほとんどの場合、ワイルドキャットは、重心のメーカーによって、または、その協力のもとで開発される。ワイルドキャット弾薬は、修正したペアレントケースとガンスミスが提供するワイルドキャットダイスを使って、ハンドロードされる。通常は、重心、または、ダイスのサプライヤーは、弾薬の開発に使用する火薬の種類、装填する量、 弾頭の重量などの基本的なリローディングデータも提供する。このデータはハンドロードする人たちが最初は最小限のロードから始めて注意深く次第に増やしながら新しいロードを開発するために使用される。ワイルドキャットの薬莢とカートリッジは売られていることもあるがその場合でも小さなメーカーからだけである。大手のメーカーは普通はワイルドキャットを製造しない。 市場が限られている上に CIP やサーミによる基準が確立していないので責任問題の懸念があるからである。左から338ヨギーワイルドキャットカートリッジの切断した薬莢と通常の薬莢お及び比較のための338ラクアマグナムのファクトリー弾薬の薬莢ワイルドキャットカートリッジは様々な理由で開発される。通常は その目標は、市販のカートリッジのいくつかの特性を与えられた条件の中で最適化することである。より高い速度、大きなエネルギー、より良い効率、より少ないバラつきを、特定の管轄における、特定の獲物の狩猟の際に、合法的に許される光景や、弾頭の重量の制限の中で得るのが、主な理由である。 メタリックシルエットシューティングというスポーツは多くのワイルドキャットを生み出し、いくつかの小銃弾は拳銃から発射できるように改造された。自動拳銃を狩猟や競技に使う場合、ソフトノーズやフォローポイントのフィーリングを改善するのも目的の一つである。例えば、ストレートな薬莢の 45ACP 弾はフォローポイント弾頭のフィーリングで問題が起きるので、ボトルネックの 38、45クラーク弾が開発された。一般的に言って、ワイルドキャットカートリッジを開発する理由には、以下のようなものがある。ワイルドキャットカートリッジを開発する方法には、以下のようなものがある。ワイルドキャットカートリッジは、量産されているカートリッジよりも種類が多い。ほとんどのワイルドキャットカートリッジは、カスタムメイドなので、普通は、あまり有名ではない。しかし、 ワイルドキャットカートリッジのいくつかは小さなメーカーから少量が市販されている。代表的なワイルドキャットカートリッジを一家に挙げる。オーストラリアではワイルドキャットカートリッジは比較的一般的である。ほとんどは主に鹿やカンガルーの狩猟用に作られており、通常は303ブリティッシュ弾を元にしているが、これは戦後この弾が普及しており、また、 オーストラリア軍用のリーエンフィールド魔界が放出され、入手が容易だったからである。放出されたライフルの多くが、257口径の重心に交換され、これは303から25として知られている。面白い特徴の一つは、ハンドローディングではあまり信頼性が高くないことで、その代わりがガンスミスから提供される。既存の銃身を広げて、薬室を切り直す方が、 新しい重心に交換するよりも安価だったので使い古された重心の302から25ライフルは経済的に277口径に変更されこれは303から270として知られている222レミントン弾つまりマルティーニの222リムド弾薬もよく見られる22ロングライフルの薬莢をもとにしたティに見て闇に見てと呼ばれる 17口径のリムファイアカートリッジもまたよく見られる。いくつかのカートリッジはカスタムメイドのワイルドキャットカートリッジとして出発したが十分広く普及したり人気が出たりしたので市販されるようになった。通常、あるカートリッジは民間の銃器メーカーがその後径の銃を提供するようになるとポピュラーになる。 一旦ポピュラーになると、サーミの基準を開発するための資金ができる。サーミの基準ができると、すべての重機及び弾薬メーカーは、サーミの基準を満たして製造した製品はすべて安全に使用できることが保証できるようになる。商品化されたカスタムカートリッジの例を挙げる。ワイルドキャットカートリッジのいくつかは、市販の弾薬ではなく、別の成功した、 ワイルドキャットカートリッジを元にしている。良い例として、308X1.5 バーンズがある。これは弾薬の製作者として著名なフランクバーンズによって、308ィンチェスターのネックを単に1.5インチ交代させたものであるが、他の多くの成功したワイルドキャットカートリッジを生み出した。308X1.5 の薬莢はいくつかのメーカーから入手できるが、 手作りの 308X1.5 とはプライマーポケットが小さいという点で異なっている。元の398ウィンチェスターの薬莢はプライマーポケットが大きい。プライマーポケットが小さい。308X1.5 薬莢から最低でも8種類のワイルドキャットカートリッジが生み出され、その中には大変成功したベンチレスト射撃の弾薬であるベンチレスト レミントンファミリーの 22BR、6mmBR、6.5mmBR、7mmBR、30BR が含まれている。他には 7.62X39mm 弾を元にした220ロシアン弾の例がある。1970年代に作られていたほとんど全ての7.62。 X39mm 弾はベル弾型のプライマーで、また多くは鋼鉄製の薬莢だったので、リロードが難しく、ワイルドキャットカートリッジを作るのに適していなかった。しかし、220ロシアンはボクサー型のプライマーと品質の高い真鍮製の薬莢を備えており、今でもすぐに入手できる。p p c 後継の銃の方が、百二十ロシアン後継の銃よりも、 圧倒的に多いにもかかわらず、2 2シアンは今でも 22ppc や6ト、mm、ル p p c のような p p c シリーズのカートリッジのペアレントカートリッジとして選択されている。同様に p p c シリーズのカートリッジは AR-15 プラットフォーム向けの長距離用高速カートリッジである6 5ト、mm、ルグレンデルダンのペアレントケースである。 ありがとうございます。